A とお伝えします。敬愛するキム・ジョンウン総書記がシリアアラブ共和国大統領に返礼を送りました。返礼は次の通りです。ダマスカス、シリアアラブ共和国大統領バッシャール・アサド閣下、私はあなたが偉大なキム・イルソン主席の生誕109周年に際して最も熱烈な祝賀を送ってくれたことに深い謝意を表します。私はこの機会に両国間の伝統的な友好協力関係が自主と平和守護のための共同の戦いの中でさらに発展するものとの確信を表し、あなたの健康と責任ある活動でのより大きな成果を祈ります。朝鮮民主主義人民共和国国務委員長金正恩、主計110年2021年4月24日平壌。キム・イルソン・キム・ジョン主義青年同盟第10回大会の参加者がクムスサン太陽宮殿を訪れ、偉大なキム・イルソン主席と偉大なキム・ジョン・イル総書記に崇高な敬意を表しました。朝鮮人民革命軍創建89周年に際して各地にある偉大なキム・イルソン主席と偉大なキム・ジョン・イル総書記の銅像に人民軍軍人と勤労者青少年が心からの敬意を表しました。マウセの丘の主席と総書記の銅像に党政権武力機関大衆団体各省中央機関朝鮮人民軍と社会安全軍の各部隊、平壌市内の各機関企業工場大学などの名義の花籠と花束が捧げられました。一同主席と総書記の銅像に崇高な敬意を表しました。平安と各地にある主席と総書記の銅像と太陽のように明るく微笑む主席と総書記を描いたモザイク画にも人民軍軍人と各階層の勤労者青少年が花籠と花束を捧げ敬意を表しました。朝鮮労働党中央委員会政治局常務委員会委員で朝鮮民主主義人民共和国国務委員会第一副委員長の最高人民会議常任委員会チェ・リョンヘ委員長が関東区域朝鮮共同農場と関東ネット工場を視察しました。チェ委員長は朝鮮労働党第8回大会と党中央委員会第8期第2回総会の決定の実行に励む現地の勤労者の営農及び生産実態、そして幹部と勤労者の順法生活の実態を現地でつぶさに把握しました。キム・イルソン・キム・ジョン主義青年同盟第10回大会を控え各青年同盟の代表会が4月初旬に行われました。代表会では朝鮮労働党第8回大会の思想と精神にのっとって総括機関の活動が全面的に総括され、新しい指導機関と大会に派遣する代表者が選ばれました。4月下旬に平壌に来た大会参加者は市民の温かい歓迎を受けました。朝鮮労働党中央委員会リ・イルファン書記をはじめ党中央委員会の幹部と武力機関の人が大会参加者の宿舎を訪れ、10回目の青年の大会合に参加する一同を熱く祝いました。大会参加者は朝鮮式社会主義建設の新たな勝利を目指す道のりでの今大会の重要性を深く自覚した上で、大会に関する実務的な準備活動に積極的に加わりました。大会準備の間、参加者はキム・イルソン主席生誕の地マンギョンデを訪れました。また朝鮮革命博物館の偉大な指導者たちと先入館を訪れ青年運動自責館を見ました。その他青年峡谷の輝かしい歴史をはじめ記録映画を見ました。各地で朝鮮人民革命軍創建89周年を有意義に記念しました。多くの人が偉大なキム・イルソン主席と偉大なキム・ジョンイル総書記が生前の姿で安置されている父の最高聖地クムスサン太陽宮殿を訪れました。広場の公園に入った人たちは父方の革命武力建設の新しい歴史を開き世紀の模範を示した主席と総書記の写真を仰いで心からの敬意を表しました。
平壌と平壌北道、平壌南道、ファンヘ北道など各地で多彩な記念公演が披露されました。敬愛する金正恩総書記の歴史的なロシア連邦訪問2周年に際して、偉大な金正日総書記と敬愛する金正恩総書記の訪問記念のパネルがロシアのウラジオストク鉄道駅に掲げられました。パネルには、朝鮮労働党総書記で朝鮮民主主義人民共和国国防委員会委員長の金正日同志が2002年8月23日と24日ウラジオストク鉄道駅を訪れた。朝鮮労働党総書記で朝鮮民主主義人民共和国国務委員長で朝鮮民主主義人民共和国武力最高司令官の金正恩同志が2019年4月24日と26日ウラジオストク鉄道駅を訪れたという文字が朝鮮語とロシア語で書かれています。23日のパネルの除幕式にロシア沿海地方政府、沿海地方立法会議、ウラジオストク市行政府、南方共産党沿海地方委員会、太平洋艦隊、極東鉄道局と各社会団体機関の人と市民多数、そしてウラジオストク駐在朝鮮総領事と領事などが参加しました。パネルが除幕され、花籠と花束が捧げられました。ついで祝辞が述べられました。以上でこの時間のニュースを終わります。担当はオーユンスクでした。こちらは朝鮮の声放送です。オリンピックの金メダルは選手皆の夢で、国と民族の誇りです。朝鮮はこれまでオリンピックの射撃、ボクシング、レスリング、重量挙げ、柔道、器械体操などの種目で好成績を取りました。朝鮮のオリンピックの金メダリスト、その後、初の金メダリスト、リーホジュン、朝鮮が初めて出場したオリンピック大会は1961年、1972年の第20回オリンピック大会です。この大会のスモールボアライフルでリーホジュン選手は600点満点の中599点で世界及びオリンピックの記録を塗り替え、初戦初のオリンピックの金メダリストになりました。輝いたリー選手は、この嬉しい便りを私を一騎当選の射撃の名人に育て、この栄冠を持たせた偉大なキミルソン主席と栄えある朝鮮労働党に伝えたいと感激に満ちていました。当時各国の報道機関はリー・ホジュン選手の優勝報じ、想像を絶する、かつてない波紋を投じた、予想を覆した勝利、奇跡そのものの射撃の腕前、ほとんど完璧な点数と賛辞を染みませんでした。またオリンピック大会に何度も参加しても金メダルを獲得できないのが常だが、朝鮮の選手たちは初めて参加して金に輝いた。リー・ホジュン選手の抜群の成果は多くの人に衝撃を与えたはずだと伝えました。リー・ホジュン選手は1962年、1973年人民スポーツマンの称号を受けました。朝鮮のオリンピックの金メダリスト、その第5回でした。2016年12月、国際サッカー連盟のホームページに2016年は朝鮮サッカーの年と題した次のような文が載りました。ヨルダンで行われた国際サッカー連盟2016年17歳以下女子ワールドカップで優勝した
ソソンチームの思い出が消え失せる前に、国際サッカー連盟2016年20歳以下女子ワールドカップでソソンがまたもや金に輝いた。ソソンのように1年に2度もトロフィーを獲得したのは前例のないことである。世界がソソンの女子イレブンの活躍ぶりに目を見張りました。ジャーナリズムだけでなく多くのファンや専門家も賛辞を惜しみませんでした。ソソン選手のプレーをテレビで見て深く感動したクウェートのアルアミン保険仲介会社のアリハリド・アルシャムリ副総社長は、敬愛する金正恩総書記への熱い敬意の念を込めて、1905年、2016年12月20日、金属工芸トロフィーを贈りました。第4番目に、アリハリド・アルシャムリ副総社長が、敬愛する金正恩総書記に贈るという内容の字がアラビア語で書かれています。トロフィーは高さ 34.5cm です。贈り物の金属工芸トロフィーをご紹介しました。